池谷、潮水星は2002年2月1日に発見された周期水星である。登録番号がついた周期水星の中では最長の周期を有する。2002年2月1日、静岡県周知郡森町の池谷ルが 25cm 反射望遠鏡で発見を報告した。同日、中国河南省海府市近くで、 超体系も20センチメートル反射望遠鏡で独立に発見。なお、同日にブラジルのパウロレーモンドも独立に発見していた。この時点では認識符号 C-2002C1 が与えられた。この水星の軌道を調べた東亜天文学会の中野周一は1532年に中国で発見された大水星の回帰である可能性を指摘したが、 予想された軌道から水星がずれたので否定された。その後、中野は1661年2月3日にポーランドの天文学者ヨハネス・ヘベリウスが発見したヘベリウス水星の回帰だと指摘した。C-1661C1 は2月3日から3月28日まで観測され6度角ほどの王が観測された。この水星の記録は中国の文章 そして和歌山県と岐阜県にも残されていた。この説はその後の観測で証明され、池谷、超水星は周期が341年にも達する周期水星であることが分かって登録番号 153P が与えられた。登録番号がついた周期水星の中では、ハーシェルリゴレー水星を抜いて最長の周期である。また、周期二百年以上で唯一、符号に、 p がついている彗星である。発見当時は旧等級だった彗星は3月18日に近日点を通過し最大3.5等級に達した。また、イオンテールが10分単位で変化するなどダイナミックな活動を見せた。なお、池谷、超水星は太陽を周回した時に軌道が変化したため周期は366年となり、 次回の会期は2368年頃と見られている。池谷、超水星の軌道。左上は、ハレー水星。中央は、ボネリー水星。ありがとうございます。